放映結果に満足というニュースと、もう1本、中国全人代が開幕、国防費は約20兆円というね、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、北朝鮮の朝鮮中央通信は3日、金正恩朝鮮労働党委員長がベトナム訪問の結果に満足の意を示し、2日に帰国の途に就いたと伝えました。ベトナムの最高指導者グエン・フー・チョン共産党書記長や同党政府の特別な関心と歓待で訪問が成功裏に進められたとも強調しました。同通信は訪問で両国間の伝統的な友好協力関係を力強く誇示したと指摘、両国人民の友好の絆をより強化し発展させる重要な意義を持つ画期的な出来事だと報じました。キム氏は2月26日からのハノイ滞在中、公式の外交日程以外はほとんど外出せず、予想されていた経済関連の視察も行いませんでした。27日から28日にはトランプ大統領と再会談し、非核化などを話し合いましたが、物別れに終わっていますというニュースが一つと、やはり共同通信によりますと、中国の国会にあたる全人代、全国人民代表大会が今日北京で開幕しました。今回の全人代で政府は2019年予算案で国防費として前の年に比べて 7.5% プラスのおよそ1兆1898億元、日本円にして19兆8000億円ほどを計上しました。また李克強首相は政府活動報告で、今年の実質 GDP 国内総生産の成長率目標を去年の目標から引き下げ、6.0% から 6.5% に設定しました。中国の去年の成長率目標は 6.5% 前後で、実績は 6.6% と目標を上回ったものの、アメリカとの貿易摩擦の影響などで28年ぶりの低水準となりました。政府活動報告は中米経済貿易協議を引き続き進展させると強調しています。また今年の GDP に対する財政赤字の比率を去年より 0.2 ポイント高い 2.8% に設定しました。積極的な財政政策で景気を下支えする狙いですとなっております。最初のやつ一言だけ、はい、究極の負け惜しみやね。まあそうですね、はい、究極の負け惜しみやね、もうあの吉本茂樹や僕を選ばれて、まあ今日はこのぐらいにしようだろうと、はい、私としてはそうですか、はいはい、確かにおっしゃる通りなんですよ。結局その米朝の成果を持ち帰れなかったから、ベトナムに行ってよかったねっていう話に、まあ、取り繕ってるわけですね、はあ、でね、この、まあ、ただ、まあ、ベトナムのっていうか、要するにこの北朝鮮の朝鮮中央通信が、まあ、何を言おうが、これは、まあ、キム・ジョンウンのプロパガンダ機関ですから、別に真実はそこにないわけですけれどもね、ちょっと私やっぱり今回のことでもう一度改めて物申したいのは、やっぱり日本のメディアの今回の米朝首脳会談の伝え方には極めて問題があるというふうに思いますね。というのは、まずこの会談が始まる前、日本のメディアは盛んに何を言ってたかというと、トランプさんは前のめりであると、妥協するに違いないと散々言ってたんですよ。これ願望やね。そうなんです。でね、じゃあその願望は一体誰の願望ですかってことなんですけれども、韓国寄りの願望でしょうか、うん、でこの願望をね、まあ、一番端的に示す例としてはですね、さっきも別の話題で、名前が出てきましたけれども、国連でね、慰安婦問題まだ肩がついてないといった女性の外務大臣、カン・ギョンファ、韓国のですね外務大臣と、それからまあ我々にとってみれば悪い意味でちょっとおなじみなムン・ヒサン国会議長、これら韓国政府あるいは韓国議会の、まあ中心人物たちですね、指導者が自分たちなりのいろんなそのチャンネルでアメリカに対して繰り返し北朝鮮の制裁を緩和してやってくれというふうに働きかけていたと。つまり北朝鮮へのその厳しい制裁をトランプさんが折れて緩和するというのが、韓国側の今の韓国政府、韓国政界の指導者たちの願望なんですよ。それを日本のメディアがなぜかわからないけどスピーカーになって、これがおかしい、これがおかしいんですよ。韓国は自国の利益を持って当然そのことを思うのは当たり前の話ね。ところが日本のメディアがなぜ韓国の願望をそのまま伝えるのかということね。そうなんですよね、はい、それでね、じゃあもう一つだから、そうなってくるとね、やっぱりもうこれ、まあ、一部でもずっと噂されて、まあ、データ的にはまあ難しいということもあるんですが、日本のメディアはもうかなり韓国に乗っ取られている状況に近いというのはやっぱり
もうこれ見てても分かるよね、うん、あとやっぱりね、その乗っ取られてるかどうかっていうよりもね、誰か一人声の大きい人がわーって言い始めると、それがいいみたいになっちゃう日本のテレビ界の流れってやっぱり私はあると思いますね。あともうちょっとね、韓国のあるっていうと、それヘイトだろって言って、その、まあね、いわゆる発言を萎縮させる空気があるよね。そうですね、でね、例えばその、まあ、日本のメディアに出てくる人の中には、はい、まあ、もちろん韓国寄りっていう人はたくさんいるし、それからそのアメリカのね、今のその例えば、まあ、反トランプ的な動きですよ、アメリカメディアとか、アメリカのまあ民主党とかリベラルとかの人たちの反トランプ、これに何の利害もないのに、ただ乗っかってるデュークスっていうのもいるわけですよね。でこの声がやっぱり今回のトランプは譲歩するという大合唱で日本の世論をミスリードしようとした、でも全くそうじゃなかったんですね。で、まあ、辻褄合わせるためにですね、あたかもそのボルトンさんという、まあ、超強硬派がそこに現れたんで交渉の流れが変わったみたいなストーリーを作ろうとしてるけど、全くそうじゃないんですよ。元のトランプさんの意思ですよね。そうじゃないんですよ、トランプさんの意思なんですね、そこは間違いないです。でね、例えばボルトンさんに関することで一つ言いますとですね、ボルトンさんはもともとベトナム入りする前に韓国に行く予定だったんです。プサンに行く予定だったんです。プサンに行く予定で、そこでは韓国のそのまあ実務者ですね、はい、まあ、同じレベルの実務者と、それから日本のまあ実務者、はい、同じレベルの実務者と3社でこの米朝首脳会談に向けていろいろと話を詰める予定だった。ところが急遽来れなくなったんです。その来れなくなったっていうニュースは確か虎ノ門ニュースでも扱ってたと思いますけれども、はい、来れなくなった理由は一応表向きはですね、今ベネズエラ情勢が非常に厳しいですよね。もうベネズエラの要するに政府が機能しない状態に陥ってしまっていて、はい、大混乱に陥ってる。これをその何とかするために忙しくていけないっていうことが表向きの理由にされてたんですけど、そうじゃないんですよ。私まあ、これは割合に百田さんから怒られるかもしれないけど、割合にしっかりした筋から聞いたんですが、要するにボルトンさんは全く韓国を信用してない。でこの直前でね、韓国の実務者と話をしたら、おそらく間違いなくそれがすぐ北朝鮮に漏れてしまう。だったらもう喋らない方がいいと。で日本側とは話し詰めることはいくらでもできるわけじゃないですか。だから行く必要ないと判断してやめたと、いうのが事実のようなんですよね。でその動きも含めてトランプさんはちゃんと承知してるわけです。そしてこのね、まあ、まず一つはその印象操作としてですね、ボルトンさんっていう人をその対北朝鮮強硬派とか言うけれども、ついこの間ですね、桜井よし子さんの番組で西岡勉さんという今麗澤大学の教授かな、もともと現代コリアというね、さっき名前言ってましたけどね、はい、上村隆さんに訴えられた、まあ、日本要するに拉致被害者を救う会の活動もずっとされてるんですよ。2000年ぐらいから毎年のように拉致被害者家族と一緒にワシントンに行ってるんですね。ボルトンさんはいたら必ず会ってくれると、もう6回も会ったと言ってるんですよ。一番会ってくれているアメリカの要人の一人だと言ってるんですね。でもう一つ、トランプ大統領がこの虎ノ門ニュースでご紹介したんですけれども、奥様を連れて日本に初めて、大統領になって初めて日本にお越しになった時に、拉致被害者家族と面会したじゃないですか。あの時に本当に膝を突き合わせるように椅子に座ってね、まあ、お話をされましたよね、奥様も一緒に。でね、ところがオバマ大統領は拉致被害者家族に会ってほしいと日本政府が要望した時、椅子は置くなと、立ち話だけだと言ったんですね。でも拉致被害者のご家族というのは結構ご高齢の方もいらっしゃるからということで、その広い面会の部屋の隅に椅子をいくつか置いてあったんですって、そしたら、はい、スーザン・ライスさんがですね、バッと入ってきて、事前にチェックに入ってきて、椅子を置くなって言ったのにどうして椅子を置いてあるの、こういう感じだそうですよ。つまり立ち話ぐらいでしか話はしたくないという、そういう態度だったというふうに日本政府の人間言ってんですね。最低やね。つまりね、対北朝鮮強硬派じゃなくて、ボルトンさんとトランプさんの方が日本人の拉致被害者にとってみれば人道派ですよ、人権重視ですよ。そうでしょ。それでその人権蹂躙をする北朝鮮の指導者に対して強く当たるということを、なんかあたかも悪いことのように印象操作するんですよ。これが日本のメディアね。これひどすぎると思いますね。ですからその、まあ、このね、今回の、まあ、ベトナムでの会談も
要するにトランプさんが目指そうとしているのは今までのアメリカの悪しき官僚主義ですよ。要するに確かに外交交渉ですから本来は下の人たちが話を詰めていってトップがあった時には何か合意をするというのが正しいやり方かもしれないけれども、今までそれで散々騙されてきてるんだから20年間ね、そうとりあえず自分があってね、ダメなら席を立って帰ってこようよというのもありだよっていう形に変えていってるわけだから、一体これの何が問題なんでしょうかっていうことなんだけど、日本のメディアはあったかも、要するにトランプ流だとかね、わけわかんないとかね、こんなやり方はないみたいなことを言ってるけど全くそうじゃないと思いますよ。